Festival TV 今週も始まりました。どうもジョージ・ウィリアムです。今日も音楽のお話ししましょうよ。ありがとうございました。すごいっしょ。忙しい。全然忙しくない。夜勤を吐いて旅に出ようぜ。新大田フィーバーからお届けしているフェスティバル TV 今週も始まりました。どうもジョージです。さあ、今回からですね、2回にわたってパジャマで海なんか行かないというライブをですね、というバンドのライブをですね、2回にわたってお届けしますが、今日はですねフィジャーさん、クロイさん、そして別所さんをお迎えしております。よろしくお願いします。イエーイ。お願いします。多分ね、何百回も聞かれてると思うけど、はい、バンド名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 一回聞くと、うん、脳に焼き付くね本当ですか。よかった。何があってこうなったんですか。これは、まあ、実はそのまあ元々は僕のソロプロジェクトとして立ち上がったんですよ、うん、で、まあ、僕もともと野生コレクティブっていうバンドをやってて、そこを脱退した後に一人でやるってなって、でもまあ自分の名前でやってたんですけど、なんかちょっとそういうプロジェクト名が欲しいなって思ってた時に、その野生の正直とあとひなっちさん、ベースのひなっちさんとその僕の3人でやったライブがあるんですけど、その MC 中になんかその正直がいじりとして、その僕のアーシャがそのパジャマみたいなセットアップを着て映ってたんで、それのいじりとして、なんかそのお前じゃあパジャマで海なんか行かないみたいな名前にしたらいいんじゃないっつって。そう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 なん、そっから来たの。そうなんですよ。だから責任は彼にあるんだ。そうなんです、そうなんです、責任者は彼です。だから全て名付け親、うん、だから変な名前とかいう苦情はその正直にお願いします。正直、はい、以前ね、うん、このフェスティバル TV に出たあの男ですか。そうです、そうです。過去のアーカイブね、アーカイブされてますので、ぜひチェックしてください。黒田さんがね、福井に来てましたね。そうそうそう、そうなんですよ、うん、そうで、まあこの、まあ、5人編成で、はい、個性が豊かなメンバーじゃないですか。どうやって集まったんですか。そうですね、まあもともとこの今いない2人と、うん、その3人でそのインストトリオをやろうと思って、3人でなんかリハやったりとかしてたんですけど、ある時その2人がやってるセッションに行ったら、このフィジャーとクロエが歌ってたんですよね。そうですね、歌ってたっていうのは、よっしゃもうね3人でいいって思ってるでしょ、私たちが参加するとそういう気持ちが言ったんですか。そうだね。じゃあジャムセッションで、ジャムセッションで、ジャムセッション、okay、そうなんかもう仲良かったんです、もともとそのせいやと春菜ちゃんとクロエとね。そうですね、うんうん、だからもう普通に遊びに行って、うん、でなんかまあいつも通り歌ってたら、うん、別所さんがいいねみたいな、うん、君たちここのホールサークルグッドサウンドだね。めちゃくちゃおじさんプロデューサーみたいな。でもまあ、読んでいただきました。そうそうそう。そうで、なんかそこですごいインスパイアされて、じゃあこのみんなのメンバーで作る曲っていうのがあったらいいなと思って、そこから作曲をして作った曲がそのブルーっていう曲なんですけど、うん、最初はだから僕のプロジェクトに4人がゲストとして来たみたいなイメージで始まったんですよ。でももう今はなんかバンドになりましたね。なんかね、5人でバンドって感じになりました。パジャ海、うん、パジャ海です。クロイはどう感じですか、パジャ海のじゃあ入るってそうオファーがあった時。めっちゃいいチャンスと思った、うん、そう、日本はどのくらいいるとはまだ決めてない、あの時は。だけど、うん、パジャ海に入るのはやっぱりね、
あの This is a great reason to stay と思った。で実際感謝してます。やっててどう感じてる？なんかすごい笑顔でさ、You seem really happy。超嬉しいです。本当にファミリーみたいな感じが本当にスペシャルと思います。でお二人さ、やっぱもうカメラの一番近いところにいるんじゃない？はいね、でもすごい自信、なんていうかな、そのあの自信が溢れているっていうかさ、そういうものを感じるんだけど、実際そこに立ってどう感じる？なんだろう、私はもう楽しいって感じです。楽しいね。We're just having fun. Yeah, we're just jamming. そうそうそう。なんか本当だからその気持ちをみんなに伝えたいって気持ちが出てきてるんだと思います。自信というかもう楽しいっていう。そうね。俺もね、あのステージ横でちょっと見たりとか、あとこっちで見たりとかしてて、本当それがね、楽しさっていうものがすごい伝わってて。あ、よかったです。でも実際あのこの体制になってそんな時間経ってないんですよね。そうですよ。だからもうライブする実態はそのリアルのライブはまだ3回しかしてない。おうね、そうだよね。そう、3回しかしてない。月見る、トヨスピットを月見るっていう。もうそしてフィーバー。そしてフィーバー。うん、そう、でもまあお客さんがいない状態だから、うん、ね、まだまだ全然ライブしたいなっていう感じ、うん、これからのバンドって感じです。そう、だからこれがすごい貴重な映像になるんですよ、うん、そうですね。いやいや、だからキーンのおかげでこうやっていろんな人に知ってもらえるっていうのはね、めちゃくちゃいい機会だと思ってるんで、うん、もう最高。もう僕たちみんなキーンをさ、うん、履いてますね。ライブでも使いまくります、ね、今後ともよろしくお願いします。で2回にわたってね、そのライブをお届けしますが、まずあの1週目のライブいきましょう。あ、そうですね、はい、じゃあどうぞどうぞ。そうだね、じゃあ俺が言う。はい、じゃあそれでは聞いてください。なんだっけ、1曲目 Between the Lines。 Between the Lines です。What's up, everybody? We are Paja Umi. Yeah. We are here with Keen Festival TV. We've got a couple songs for y'all. The first one is Between the Lines. Stay tuned.
to my train's bothering me. Laughing like a train, fading all the memories. Why aren't you here with me? Hiding in our pit, how we find a way to get out the box. Yeah, let's get out of here. How we end up here? How we find a way to get back our bond? Yeah, let's see how it goes. So now finding my place to be free, where my goals and the visions can be on the same page. I wish we could be making choices so we're not alone. Walking in the rain, falling over me, to my train's over me. Yeah, laughing like a dream, fading all the memories. Why aren't you here with me? And all the words falling over me, too much hope is over me. Doubting my belief, say what you want from me. I have no patience with this. So now I'm finding my place to be free, where my goals and your visions can be on the same page. I wish we could be making choices so we're not alone. ライブ第1回目のライブね、皆さん見てもらって、で第1回目のライブ皆さんやってもらって、はい、やってる側としてどう感じた？いやもうね、楽しいだよね。楽しいがやっぱ一番、うん、めちゃ音を聞いて、うん、もうってなってましたね。もうお客さんがいるような気持ちで歌いました、ね、うん、そう、カメラの向こう側にね、お客さんがいるんですよ。そう、いるから、いるんですよ。そう、なんかみんなに言いたいことある？Thank you all for tuning in so far. Man, we're having so much fun. Hope you guys can feel the energy. Yeah, keep listening. 最高だね。で、そう、あの、こうやって楽屋でそういう英語、日本語、日本語、英語、英語、日本語、もう本当いろんな、あの、自由にみんな
お話ししてますよね。もともと例えば海外 で日本にはいつ来たの？3年前ぐらい。どうして日本語そんな上手なんですか？いやいや、そんなすごいよね。やっぱね、耳がいいっていうのも当然あって、あと伝えたいっていうのも当然、多分ね。でも英語も喋れるし。そうですね。そう、助かります。私は1年だけアメリカに行ってて、で生まれも育ちもずっと日本なんですけど、そう1年だけアメリカ行って、でも歌がすごいやっぱ好きだから、もうそれで英語学びつつ、帰ってきてからもやっぱクロエとか、結構まあいろんな国の友達がいっぱいいたんで、ずっと英語喋ってる。ドラムの聖夜もね、もう回って、そう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 、聖夜も。でこうやってさ、もうあの英語喋れる人が周りにいると、はいはい、どうなんですか？いやだから僕が一番喋れないんで、英語をめちゃくちゃ今勉強してるんですよ。そう、うん、頑張ってる、うん、頑張ってます。まあでちょっと。リルバイリルですね。レロバイレロ、それが言えてるっていうのはすごい大切や。で今後どんなことを考えてるんですか？うん、まあもちろんやっぱりこういうそのインターナショナルな雰囲気のあるあのメンバーだし、海外ですごくライブをしていきたいなっていうのはめちゃくちゃありますね。うん、だ今そのむしろコロナ禍であの結成したバンドだから、うん、まだ何も始まってないって言っちゃ始まってないんで。まあ、まずはちょっと日本でいろいろやりつつも、その海外でやるってことを見据えてやっていきたいなって感じですね。で英語、日本語、音ももちろん、イメージもさ、もう一発、もう素敵じゃない。ありがとうございます。そうですね。これもね、バンド名もね、脳に焼き付くけど、これ目に焼き付きますよ。あ、そうですよね。パジャマ。パジャマ、いいですね。パジャマですもんね。一番コンフィ。本当パジャマなんだよね。これ本当のパジャマ。そうそうそう。でも寝るとき着てないですけど。なんか言おうとしてた。言わない方がいいかなと思ったけど言っちゃいました。で次回はですね、リズム隊と一緒に別所さん出るんですよね。そうそう、で実はね、そのリズム隊がパジャオミトリオっていう名前があって、来週になるのかな、4月22日に、元住吉のパワーズでライブがありますんで、ぜひいい会場、ぜひぜひ来てください。そう、俺たちも昔そっから生配信しました。あ、本当ですか。そう、よかった。すごいいい会場で。ね、ご飯もめっちゃ美味しいんですよ。めっちゃ美味しいね。そう、いいね。ね。じゃあ今回本当ありがとう。いや、ありがとう、ありがとう。そう。で、次、そうですね。次回はですね、リズム隊プラス別所さんと一緒にお届けしたいと思います。そうです。で今日はありがとう。ナイスシューズ、ナイスシューズ、グッドタイムズ。皆さんまた次回です。バイ。バイ。